こんにちは、菅沼智香です。今日はですね、先日ときがわ町のゲストハウスほっこり堂さんからいただいたレトロな照明をつけていく作業をやっていきたいと思います。今ついてる照明も結構レトロで可愛いんですけど、いただいたのはゴージャスで大きい照明で、それがついたらどんな感じの雰囲気のお部屋になるのかなって楽しみにしてます。それじゃあやっていきましょう。スタート。ここはですね、幻の隣の部屋なんですけれども、今照明がですね、このオレンジ色の照明を使っているんですけれども、こんな感じの可愛らしい、ちょっとゴージャスなレトロな照明をいただきましたので、こちらの照明と今から交換の作業をしていきたいと思います。元々つけていた照明を取り外していきたいと思います。できました。では電気をつけていきたいと思います。せーの、はい、ということで無事照明をつけることができました。いかがでしたでしょうか。予想以上にお部屋に馴染んでいい感じになったんじゃないでしょうか。音よ、もうテンション上がるって言ってました。栗間さん、ありがとうございました。もう最近もうものすごい鳩山町寒くって、暖房器具のことしか考えられなくって、それでこたつ欲しいなっていう風に夫婦ですごい言ってて、で Facebook にレトロなこたつ、ちょっと不要な余ってる方いないですかっていう風に書いたら、またほっこり堂の福島さんがあるかもって言って連絡くれたんですけど、でもちょっと今捜索が難航してるっていうことで、まだまだですね、レトロなこたつ不要な方ある方、 YouTube のコメントなんか SNS にメッセージくださったらとっても嬉しいです。よろしくお願いします。それではまた明日お会いしましょう。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ではまた。